1、2、3、4、5。こんにちは、紫の飼育を中心に腸活している林太郎です。はい、ということで今日も自然にやってきました。いやー、いいですね。超気持ちいい。はい、響き渡りました。はい、ということで、まあ、僕は今日もねこうやって外に出てるんですけど、まあこれもね、あの蝶々観察している途中でこれ撮影してるんですけど、いやー、わー、火が出てきた、火出てきた、気持ちいい。そうなんですよ。まあね、秋がね深まってちょっとね寒くなってきて、皆さん蝶々見なくなってちょっと寂しい思いしてますよね。しますよね。してますよね。そうなんですよ。ちょっとやっぱり寒くなると蝶々は活動ね、が鈍くなるんでちょっと見れなくなるんですけど、まあ正しいですよ。よく言われるんですよ、僕は。こうやってね寒くなって冬になったら、虫やってる人、蝶々やってる人はもうオフシーズンやろって言われるんですけど、とんでもないですよ、これは。大間違いです、これは。はい、むしろね僕冬の方が活動してますから。なんなら冬めちゃくちゃ楽しいんですから、蝶々ほんまに。なぜかというとはちょっと別で話しますけど、めちゃくちゃ楽しいんですよ。で、みんながなんでそう思うかっていうのを今日ちょっとお話ししようと思うんですけど、それはね、小学校でみんなね、学校の先生が蝶々は冬でどう過ごすかっていう教えるときに、もうさなぎで冬を過ごすしか教えないんですよ。そうなんです。それをちょっと今日お話ししようと思うんですけど、蝶々は、種類によって冬の過ごし方が違います。はい、で、まあ一番最初から言うと卵、シジミチョウの仲間での仲間というか、まあ、一部では卵で冬を過ごす蝶がいます。あ、シジミチョウ全部じゃないですよ。卵で過ごす蝶がいます。そして幼虫、オオムラサキ、そうですね、オオムラサキとかゴマダラチョウとか幼虫で冬を過ごす蝶ももちろんいます。で、まあ、代表的なモンシロチョウ、アゲハチョウはサナギで冬を過ごしますと。で、最後成虫もいますから、冬成虫いるんですよ。冬成虫で過ごす蝶々たくさんいます。これが面白いんですよ。これ面白いんですよ、ほんまに。そうなんですよ。だから冬もそれぞれの、過ごし方をするんで、面白いし、まあ、それを探すのも面白いんですよ。なかなか難しいですよ。もうみんな必死で冬隠れてますから。だから冬はね、もう蝶々とのかくれんぼなんですよ。もう楽しいですよ。向こうも必死だからこっちも必死ですよ。見つけて別に捕まえないですよ。捕まえないですよ。見て、あ、こんなところで冬過ごしてるってもう見たら感動しますから。あのね、成虫なんてね、細い足でね捕まってね冬過ごしてるんですよ。寒い中僕らこたつ入ってるでしょ。もうほんまに感動ですよ。はい、ということで今日はこれからね寒くなっても僕はもちろん腸活をしますと。そしてその冬の蝶々の過ごし方は種類それぞれよって違いますよっていうことを今日はねちょっとお伝えしようと思って、動画を撮らせていただきました。はい、皆さん外出てますか。ウイルス関係ないですよ、ほんま。外マスク僕しないですよ。外で本当にここ自然でいてたらもうそんなん関係ないですよね。今こうやってちょっと太陽は沈んじゃったけど、こう風が吹いて、こう木と木が揺れ合う音、鳥のさえずり、こうね落ち葉こうひらひら舞うね、余ってますよ、いっぱい舞う中でお弁当を食べて蝶々見る、もう最高ですよ。もうこれ以上の幸せありますか。もうないですよ。もうほんまにね、心安らぐし、もう本当にいいですよ。まあね、僕みたいに一人ではあまりあれかもしれないですけどね、ご家族とかね、恋人とか、いろんな大切な人とこういうね過ごす、冬もですけど秋もこう外で過ごす、本当に気持ちいいんで、密にならないですしね、こういうところだと本当にいいですよ。おすすめです。はい、ということで、まあ僕はこの後ももちろん蝶々探索に出かけるんで、ではまた次回蝶々のお話でお会いしましょう。さよなら。